さあ、それではベヨネッタ3の続きやっていきます。さあ、今回はチャプター11、親子のロンドかな。これは親子か、やっぱりルカとビオラはそういう関係なのかな。というわけで、じゃあやっていきましょう。さあ、今回はベヨネッタ、かわいい、いきなり不穏な始まり方。なんだろうね、ベヨネッタのなんかこう魔力とか魔術がガラスを通して虫の知らせ的なものを受け取れるとか、そういう感じなのかな。なるほど、めちゃめちゃ荒廃してる。そんな時でも結構余裕を崩さない、そんなところがまたベヨネッタのいいところなんだけど、おっと、そっか、新しい武器になってるからちゃんと調べていかないと。じゃあシムーン、今使ってるのがシムーンで、でもう一つがリビットリビドー。おお、なるほど。よし、武器を元に戻す仕草とかもなかなかいいんだよね。まあそれはともかく、お、なんだ、かっこいいじゃん。こっちか。特殊アクション、シムーンの特殊アクションは、パンチ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 連打から魔獣追撃、あとはパンチ3回からの派生、パンチ2回からの派生、パンチ2回止めからのパンチ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 、パンチキックパンチに魔獣召喚がついてない。なかなか魔獣召喚までの道のりはちょっと長そうな感じだね。あとは特殊技もチェックしていこうかな。よし。リビットリビド。これさ、リビットって呼んでるけど、本当にリビット？リビットだ。リピットかもしれないとか言って一瞬思ってたけど、一安心。さ、というわけで、パンチ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 、連打はいらないけれど全部パンチ。これも基本的にはパンチ4回3回そして2回からの派生。パンチパンチキックパンチはなかなか良さそう。パンチパンチパンチちょい止めパンチ、このちょい止めの後に技が出せるけど、でも魔獣召喚はできないんだ。パンチパンチちょい止めパンチパンチ、ちょっと間を置く技が結構あるね。あとはコマンド入力技かな。空中から出す技は基本的に止めるっていうのが、そういうコンボルートがなくなるから分かりやすくなるっちゃなるけど。よし、じゃあまずはシムーンからパンチ連打。なるほど、パンチ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 キック。おお、範囲広そう。パンチパンチパンチキックキック。なるほど、パンチパンチキックパンチ、結構いい感じ。パンチパンチキックキック。あ、ああいうのをつかめるんだ。へえ。
おお。下、え、落とすってそういう感じなの？掴め。おお。なるほど。よし。あとはこっちか。あ、その前にコマンド技やっていこう。構えながら後ろパンチ。自分が飛び上がることはない。キック。お、なるほど。うん、ジャンプ直後にパンチ、キック。まあ大体同じような感じかな。後ろ前パンチ。これは自分が空中に上がるから低めの攻撃を避けられそうだね。後ろ前キック。おお。ちょっと発生は遅めだけど強力そう。一回転パンチ。お、なるほど、使い勝手が良さそう。一回転キック。お、単体攻撃か。これはうまくウィッチタイムを出した時に目の前に敵がいたら使いたいみたいな感じかな。射撃、これが通常射撃。おお、なかなか悪くない。ため、うん、最大までためると横一線に飛んでいく。なるほど、貫通していくね。なるほど、意外と使い勝手悪くない。よし。じゃあ、あ、そっか、ホールド技か。なるほど、結構難しいかも。パンチパンチキックためからのもう一回キック。あ、出なかった。これでフィニッシュ。あれ、フィニッシュならない。ちょっと待って、パンチパンチキックパンチにしよう。おお、なるほど。これできるかな。頭の中で分かっていたとしても敵との戦闘は本当にスピーディーだから結局うまくできなかったり、カラーマイワールドと間違えて無駄にちょっとホールドしちゃったりとか、タイミング狂っちゃいそうだけど、できるといいなーみたいな感じかな。キック連打。お、なるほど、これは敵を追っていくみたいだからちょっと使いやすい面もあるかも。うん、結構ベヨネッタの攻撃って基本的にはリーチ短いですからね。しっかり相手を追っていける技があるとちょっといいかも。うん、よし。じゃあリビットリビド、通常攻撃で貯めると、私の歌を聴け、ロッキュー、ロッキュー、ロックンロール、私の歌を聴け、ロックンロール。なるほど、結構防御力は上げやすい。パンチパンチキックパンチみたいな技で攻撃力上げつつっていうのができるといいよね。ロッキュー、私の歌を聴け。あれ、これ最初に戻っちゃってる。フォルテシップ。結構効果が出るまでが長いから難しいかも。私の歌を聴け。あ、しまった、同情視したからリトルデビルズが出てきた。結構魔力の消費大きいな。うん、
なるほど。パンチパンチちょい止めパンチ。お、なるほど。デーモンマスカレードからは歌を歌うことができない。私の歌を聞け。キックの方は歌の効果が出るまでがちょっと遅いね。そんな感じがしない？フォルテッシモ。ロックラウ。ロッキュー。そこまで大きくは変わらないかな。でも戦いが始まる前にパワーアップしておくってのはありかも。結構パンチパンチキックキック悪くないかも。私の歌を聞け。なるほど。キック連打。なかなか悪くはないかも。よし、じゃあコマンド技。構え方がかっこいい。おお。スタンドマイクはその可変式っていうのがまたまたいいよね。可変式っていうか、スタンドマイク自体がちゃんとそうやって調整できるようになってるものだからおかしくはないんだけど。フォルテシモ。お、長押しすることでちゃんといけるね。私の歌を聞け。キック。おお。あ、そっか。なるほど、軽やかに蹴り上げてそのまま。おお、マスカレードダッシュがすごく軽やか。マルファスはどうだろう。おお、ちゃんと飛べてる。でも何回でも羽ばたけるわけではない。超低空ジャンプ。なるほど。基本はホバリングなんだね。だけどホバリングの後にこう飛んでいけるって感じかな。カラーマイワールドのマスカレードダッシュよりかは空中での移動が得意かも。おお、ふわー、周りのヒレを使ってふわっといける。おお、なるほど。こんな感じ。かなり高いところから移動することが楽になったんじゃないかな。なるほど。よし、あとは後ろ前パンチ。これは長押しで歌に移行できない。後ろ前キック。おお、毒の青を出しながらブワーッと、まるでフィギュアスケートみたいな。じゃあ前入れパンチ。まあ基本的な感じかな。歌うことはできないんだね。あとは一回転パンチ。なるほど。一回転キック。おお、なるほどね。あとは射撃。お、ちゃんとなんかゲコゲコって音がしてる。体さばきがいいね。貯めてみようか。お、なるほど。結構そんなにためが長いわけではない。なるほどね。一回転射撃。おお、スポットライト浴びながら。
このくるくるくるって回ってるところにも判定があるのかな。なるほど。よし、これで大体、コンボルートとコマンド技が分かったかな。うん、なかなかとっさにやるのは難しそうだけど、パンチパンチキックパンチ系はどっちも使いやすいってことが分かった。うん、パンチパンチキックキックがなかなか悪くないかも。うん、なるほどね。お、うん、ここでもホムンクルスに苦しんでる人たちがいる。ピョーンピョーン、戦車発見。つかみたい。よし、振り回せ。おお、車は大体投げちゃうのか。なるほど。お、お前か。ちょっとこれは、私の歌を聞け。こいつ結構苦手なんだよな。この際だからちょっと研究するか。ラッキュー。お、危な。この移動中の攻撃、顔が赤いときは突進してくる。あれ、ちょっと待って、聞いてないじゃん。聞いたのか聞いてないのか。聞いてる聞いてる。ダメージは入ってるけどよろけないんだ。そっか、痛い。今のはちょっと入れたつもりだったんだけど。私の歌、ふふん。いいよ。おっと、わー、これはちょっと難しい。やっぱり歌が発生するまで遅い。今のうちに、ちょっと待って、これは判定あるかな。移動中に攻撃判定があるのは赤い時だけか。なるほど。うわっと、あーダメだ。ウィッチタイムが出るときは、おお、ウィッチタイム中に避けてもう一回歌わせることはできたけど、これうーん、カウンターアサルトがなかなか厳しいかも。今のところで判定あった。パンチパンチキックパンチ、うん、この後なんか逃げられないんだよ。連打連打。うん、この後この後が厳しいな。どうにかあのバッドウィズインが出ないだろうか。連打、ダメだ。バッドウィズインも出ないのかな。いや出ると思うんだけど、連打じゃダメなのかな。おっと、カウンターは出しやすいけれど、うん、敵がよろけないからさ、その後突っ込まれて確定でダメージを受けてしまう。その受けたダメージをね、バッドウィズウィンで無効化できればいいんだけど、魔獣召喚中ってそれできないのかな。できないことはないと思うんだけど、見えやすくなったこのプルガトリオで。よし、パン、おっと、誰だお前。
双子天使。おお、はや。だあ、ダメだ。歌ってられない。困りましたね。やっておしまい。いいよ。魔獣召喚が魔獣召喚パンチ、ビタビタビターン。当たってませんよ。やれやれ。いいよ、やっておしまい。当たってないな。やりなさい。いいよ、いいけど、いいけど絶妙に当たってないのです。おかしい、敵として戦った時はあんなにベラボーな攻撃判定を持ってたのに。双子天使の回避能力は高すぎる。うん、一雨降らせましょうか。その調子。うん、戦いが始まる前にこれができれば結構有利には有利なんだろうけど。お、何かあるぞ。ん、近づきすぎた。美術館に。あれね、今回のターゲット2世セキュリティのチェック。観念しろ、怪盗アンブラ一世、今度こそ逮捕だ。あら、ごきげんよう、エンツ警部。何がごきげんようだ。今日こそ絶対に逮捕してやる。一世、大変よ。そんな奴相手にしている場合じゃないわ。何？貴様も逮捕だ。あれを奴らに渡してはならないわ。待ってくれ、仕事が長引くとまたカカアにどやされるんだ。できたのは破滅をうがつ者、ミクトランクーリー。何？一緒に来いって。いいわ、行きましょう。話が早い。
フォーメーションチェンジ。 R を謳歌するとフォーメーションを切り替えられる。状況に応じて切り替えることで戦闘を有利に進めたり、困難な状況を切り抜けることができる。うん、ミクトランテクートリなんて、うん、ミクトランテクートリね。暗闇を好み、光の届かない洞窟の奥深くに生息するコウモリのような姿の飛翔魔獣。4枚の翼を持つ姿に見えるが、実は赤い体を持つ兄と青い体の弟の2体の悪魔が上下につながっており、兄弟一組になって活動している。軽量の体で風のように空を舞い、魔力を弾丸のように発射して標的を攻撃する。また兄弟が横に並ぶように体勢を変えると、特殊な霊波をソナーのように発し、目に見えないものや次元転移で身を隠しているものを正確に探知することができる。うん、さっきのあの怪盗なんちゃらかんちゃらみたいなやつ、まさかホムンクルスが持ってってその脇に抱えながら異次元に逃げようとするという、そういうとんでもない展開でしたけど、うん、人間たちの間ではこの悪魔は恐ろしい疫病の到来を告げるために飛来すると信じられている。おお、なるほど。霊波で会話、お互い霊波で会話してるっぽい。いつも何を話してるんだろう。うん、兄弟悪魔、よく見ると2匹がつながってる。赤い方が兄、青い方が弟だとか。兄弟喧嘩しないのか。兄弟喧嘩するんじゃないかな、よく。うん、兄じゃー、弟よーみたいな感じ。綺麗な尻尾、ずらっと並んだ青い宝石、しかも節でバラバラに分かれて飛んでくる。一つ欲しい、一つ欲しいってビオラのなんていうかさ、このなんか軽い性格いいよね。なんかちょっとどことなくお調子者でビビりだったりするけれど、なんか調子に乗ってくるとなんかすごく、なんかもう本当にお調子者なんですよ。そこがいいんだけど。うん、体長25メートル、約14トン、魔界のテオティワカン大地というところで生まれた。兄弟で絶妙にシンクロすることが特技。そして3000歳以上の生態を召喚。なるほど、この魔獣は基本的に皆兄弟で生まれてくるのかな。兄弟系のそのキャラクターってさ、大抵片方がやられちゃって弟だよーみたいな感じで、もう片方が怒ったりとかするとかしないとか定番ですけど。うん、特殊アクション、フォーメーション Y と X。 Y が上下になって X が横かな。まだいろんな技を覚えてないからしょうがないね。この時点で強化ってできるか。ないね。 OK、 じゃあ頑張りましょう。召喚、R ボタンでフォーメーションチェンジ。照らし出せ。これがフォーメーションチェンジ。フォーメーションチェンジがあまりにもなんかシュッてやるからちょっと分かんなかったけど、これにすると周りでソナーが発生する。なるほど。しかし魔力の消費がえぐい。立ち止まっていても仕方ないわね。うん、カラスとか、なんだ、カラーコーンか。あ、いたいた。そこのカラスさん、お待ちなさい。いなくなりましたね。ぽよんぽよん。結構早くない？全然追いつかないんだけど。あ、追いついた。普通に追いついた。意外。
なかなか楽しいレースだったわ。うん、その赤い宝石欲しい。なかなかこのリビットリビドーのマスカレードダッシュがなかなか癖になるな、これ。あれ、そういえば途中に何かあったな。よし、カラスは捕まえたから、あとはカエルと猫か。カエルはすぐ声が聞こえるからいいけれど、おっとっと、よし、吹っ飛ばしちゃったやつはつかめないや。長ー、あ、違う違う、しまった、魔獣マルファスと間違えた。マルファスちゃん、マルファスちゃん使いたい。装備、魔界更新機とか使ってないな、全然。セレーネの光はダメージを受けた時にウィッチタイムが出るから、そう、どういう状況で食らったかが分かりやすいのは。え、アクセサリー3つ装備できたの？いや、知らんかった。いつの間に、嘘でしょ、いつの間にっていうか元々だった？2個しか装備できないものだと思ってたけど、あ、永遠なるマリオネット専用のスロットなんだ。これで俺がまるでプロのような動きをできるなるはず。うん、マハーカーラ、なんだかんだマハーカーラかなとか言って思いながら、でもリトルデビルズちょっと見てみたい気もするし。うん、じゃあこれはそのままで、あとは魔獣を変えたい。上がミクトランテクートリ専用になってるから、マダムをマルファスに。掴めたー。あ、なんか出てきた。まさかの。掴ませるもんだね。まさかの。そういう隠しアイテムある。うん。結構さ、そこら辺にある車とかどんどん破壊した方が良かった？結構遠慮してたんだけど。ほーい、よーし、決めなさい。うん、というわけで立ち止まっていても仕方ないわね。よし、暗い。ソナ、照らし出せ。おお、わかりやすくなったけど、ベヨネッタが動けないから、あ、しばらく効果が残るんだ、ありがたい。回復、X で回転攻撃、A ボタンでビット攻撃、おお、Y でブーメラン、なるほど、フォーメーションチェンジ、これが Y モード、パンチ攻撃は突進、やりなさい、そしてキックはイカズチ、射撃は基本的な射撃、なるほど、よし、フォーメーションチェンジ、出し出せ。うん、この状態で何かアイテムは見えるかな。よし、クエクエ、
今声が聞こえたんだが、響いてる音が、こっちかな。あ、暗ければ暗いで分かりやすい。あらあら、跳ね回っちゃって楽しそうね。よし、よし、じゃあ大丈夫かな。おそらく見えない敵もこれから出てくるんでしょうね。お、ゲイツオブヘル、今回その技の確認とかで結構時間かかっちゃったからな。立ち止まっていても仕方ないわね。一旦あそこでセーブして切り上げるか。何かある。ほう、うわ、遠くない。むしろ届かなくなっちゃうな。とりあえず、え、放て、全然あの、放て、おお、いけるいける、ビット攻撃いけ、開いた。特になんていうか、その見えない足場があるとかそういうことではなかったぜ。それはそれとして向こうに行きたくなる。いけません。よし、おっと、これ出機だ。そして隠しバースだー。これは猫ちゃんの、うおー、これでもう逃げられまい。あれあれ、ここはここはビターンっていかないんだ。よーし、可愛い子に懐かれちゃったね。上だけ丈夫になってるってのもなかなか。よし、他に何か大丈夫そうかな。敵の全滅、体力は2だけ、制限時間内、デーモンスレイブでのみダメージ、トーチャーアタックが使えない、魔獣は、まあ、ん？お化粧が崩れてきちゃったじゃない。あ、はーい、やりましょう。よし。まずはデモンスレイブ。いいよ、放て、超危ない、放て、当たってるかな、やりなさい、いいよ、決めなさい、うおー、フォーメーションチェンジだー。そんなよくわかんない攻撃、これ効いてる？当たってる？当たってる。あ、一応当たってる。突進攻撃。突進攻撃は全然いいな。どん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 あのバラバラになってきますけど。
いいよ、カッコつけてフォーメーションチェンジとかしてる場合じゃなかったけど、もう一回やっちゃおう。イエーイ、ブーメラン。そろそろなんていうか暴走しそうだけど、なんとかなったー。おお、めっちゃ暴走してる、めっちゃ俺の方に怒ってきてる。ダメだ、めちゃめちゃやってくるやん。しかも死んじゃった。なんというジャジャウマ。うん、さっきのはあの魔力が切れた時に早く魔力が回復しやすくなるっていうやつをつけてたよね。そういうのってここでわかるのかな。なってるね、効果解説。魔力が尽きた状態からの回復速度が上昇する。うん、下手すると暴走状態になってしまうっていう。ギリギリだった。立ち止まっていても仕方ないわね。よし、さ、隠しバースもとりあえずはクリアできたところで。お、あ、これはさっきやったやつか。あったー。お、よし、さあここから何かが起こりそうだけど、一旦ここで。おっ、しまったー、思ったよりかは判定が広かった。あー、上に繋がるやつだ。ユナイトモーフエンボストラトゥス。なんか変なのやってきた。はあ、支援型だからそういうことできる。大抵こういうのって一回苦戦させられた後に、なんかそういうなんか強いやつが迎えに来てくれるというか出そうな気がするけど、今どっちのホームだか分かんないっていう。分かんないけど打てちゃう、いいゲーム。いいよ、うっ、なんだかんだ見えないの辛いな。いいよ、下から崩してっちゃえ。フォーメーションチェンジ、いけ。フォーメーションチェンジができてない。雷、よし、なんかドーンできた。遠距離からガンガン、うっと、危ない。わあ、なんかバリアある。くっ、お、いいぞ、バリアが剥がれてる。いけー、なんかダッシュがうまくできない。参ります、先人の風と共に踊りなさい。なんか思ったよりかちょっと目の前で使ったんだけど、あんまり効果なかった。いや、
一応でもダメージ入ってたっぽいかな、多分ね。その場で攻撃するタイプ、まあなんとかなったからよし。うん、フォーメーションがさ、その何か攻撃してる時に、あれ？決めなさい。ここでは呼び出せない。ん？フォーメーションによって大きさが違うから切り替えられないのか？やりなさい。フォーメーションチェンジはちゃんと予約入力ができるっぽいけど。照らし出せ。おお。やりなさい。フォーメーションチェンジを入力させた後に違う攻撃出しちゃうとフォーメーションが維持されてしまうな。なるほど。まだまだ扱えてない。でもちょっと楽しい。さあ取引を始めよう。観光バスのブリキプレート、まさかのプレート。うん、観光バスのミニチュアとかじゃなくてプレートなんだ。買います。こんなものまで手作りしてるとか、どういうおっさんだ。セーブ。よーし。いやー、気になる展開というか、あの怪盗たちもそうだけど、パリ編なかなか思った感じとはまたちょっと違って楽しいかも。うん、新しい魔獣がなかなか一癖あるけれど、照らし出せ。うん、その左下のアイコンの方でフォーメーションがどっち勝ってるかすぐ分かればいいんだけど、ちゃんと見た目を見ないといけないから、これはちょっと自分がどっちを使ってるか分からなくなる説ある。うん、よし、じゃあ今回はここで一旦区切っておきましょう。さあ、それではまた次回よろしくお願いいたします。ラッキー。